みなさん、こんにちは。アプタビートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回もまた皆さんからよくいただく質問として、ピックとかシールドってどうやったら選んだらいいの、どういう基準で選んだらいいのという質問の答えをこの動画の中でベラベラベラと喋っていこうかなと思います。そういう迷いを一度でも抱いたことがある方はぜひ参考にしていただけると嬉しいなという感じでしょうか。とりあえずピックからいきましょう。ピック。僕がその皆様にすごくお勧めさせていただきたいのが、まずこのティアドロップかおにぎりのどっちかからスタートすることです。まあ、楽器屋さんに行くといろんなピックがあるじゃないですか。でも、その8割はだいたいこのどっちかだと思うんですよ。まあ、そのぐらいすごいバランスが取れて、一番良い、一番良いってわけじゃないか。まあ、すごいこう使いやすいピックだなと僕自身も思います。なので、これよりも小さいピックがあったりとか、これよりも大きいピックがあったりとかするんですけれども、まずはおにぎりかティアドロップ、このどっちかからスタートしてみていただけると嬉しいですね。で、このティアドロップが素晴らしいとか、おにぎりがベストとか、そういった問題ではなくて、その自分のプレイスタイルとか、自分の手の形とか、ピッキングフォームとか、もうそういったものに依存することがすごく多いので、その中で好みを見つけていくということが大事です。ティアドロップが使いやすいならそれはそれで OK です。おにぎりが使いやすいならそれはそれで OK。ただ、別にどっちがいい、悪いではなくて、どっちが好きか嫌いかという話です。で、ティアドロップに慣れてきたら、じゃあもう少し小さいピックを使ってみようかなとか、違う形を使ってみようかなとか、おにぎりに慣れてきたらもう少し大きいピックを使ってみようかなという感じで、その自分の好みを探していただけると、僕としてはすごく嬉しいです。でも、なんていうんですか、その、すごい小さいピックとか、そういうでっかいピックとか、そういった特殊な形に行く前に、まずはティアドロップかおにぎりのどっちかを試してみていただけると、僕としてはすごく嬉しいです。厚みも1ミリぐらいがすごくちょうどいいと思います。あんまり薄すぎても厚すぎても、まだ変な癖がついてしまってはいけないので、できるだけ1ミリのティアドロップかおにぎり、どっちかを使うようにしましょう。そんな中で皆さんが楽器屋さんで手に入るピックでお勧めさせていただきたいのが、まずこのリラクマピックでございますね。またそれかよって感じですけれども。このリラクマピックのピンクか青がお勧めです。おにぎり型の場合は黒か黄色がお勧めでございます。このリラクマピックの厚みと、この柔らかさとこの材質っぷりがすごくいい感じなので、僕はこれすごく好きです。ティアドロップがいい方はピンクか青、おにぎりの方は黒か黄色をトライしてみていただけるとすごく嬉しいです。で、それをこうしばらく使ってみて、ある程度自分の好みが見えてきたら、他のピックもトライしてみる。そんな感じです。で、まあ、自分は、自分で作っているそのオリジナルピックを使っているんですが、うん、これも結局、そのティアドロップの1ミリという感じですね。一応、僕はこんなピックをいつも使っております。で、それに付随してよくいただく質問としては、ピックの交換時期ってどのくらいですかみたいな話もよくあるんですけれども、これ見えるかな、ピンと合いますかね、ピンと合うかな、こんな感じで近づけて。一応、これ手前、前の方に古いピック、こっちの方に新しいピックを重ねてみているんですけれども、こんな感じでちょっと1ミリぐらい欠けてきたら、僕はこの古いピックを捨てます。ここ、ピンと合わないかな。先端見えますでしょうか。ちょっとこの削れてるっぷり。この古いピックで練習していると、この丸みとか、あとこの斜めっぷりとか、これでそういう弦が擦れる音が目立ってきてしまったりとか、あと変な癖がつきそうな気がするので、このぐらい削りできたら、僕はもう普通にゴミ箱にポイと捨てるようにしております。まあ、1枚だいたい100円くらいするので、なんか100円を捨てていると考えると、ちょっと心苦しいかもしれないんですけども、まあ、ピックは消耗品なので、まあ、その辺は割り切ってポイと捨てていきましょう。それよりもずっと削れているピックを使って変な癖がついたりとかするほうが大問題なので、ちょっともったいない気もするんですが、1ミリぐらい削れたら、僕はもうポイッと捨ててしまうようにしております。そんな感じ。では、シールドのほうも行ってみますと、シールドのほうもまたこれたくさん種類ありますよね。もうどれを選んだらいいんだと。まず、長さなんですけれども、一般的に1メートル、3メートル、5メートル、あと7メートルとか10メートルとかがあるかと思います。基本的な仕様、基本的にはこの3メートル、5メートル、これがメインになってくるかなって感じですね。自宅でしか使わないとか、自宅メインの使い方になりますっていう方だったら、3メートルあれば十分です。
ただ、スタジオに行きますとか、ライブしますとなると、5メートルが必要になってくるかと思います。大きいところでライブするという場合だったら、7メートルも必要になってくると思いますけれども、とりあえず、まあ、外で使う用事がある方は、まず5メートルから揃えるといいかなという感じですね。体育祭じゃないか、文化祭とかでその体育館で弾く予定があるとか、すごいでっかいライブハウスで弾く予定があるという方は、7メートルも揃えておくと良いかなという感じです。逆に、基本的にはもう家でしか弾かないよという方は、3メートルでも全然十分です。結構値段が変わってくるので、なんかどれにしようかすごい悩むと思うんですけれども、基本的には3メートルか5メートル。で、外で使う方はちょっと長めに、外で使わない方は少し短めにという感じでチョイスしていただくと良いかなという感じでしょうか。で、メーカーとしては、まあ、すごい、これまたいろいろあって何とも言えない感じですね。僕が一番おすすめなのはカナレです。で、他にもプロビデンスとか、あと、ジョージ・エルスとか、ジ・エルス、あと、ベルデンとか、あと、最近ちょっと話題の雷とか、雷ケーブル、あと、まあね、カスタムオーディオとか、まあ、いろいろありますけれども、まあ、ダーッと上げるとすごいキリがないので、あと、モンスターとかも有名かな。まあ、ちょっと書くだけでもこんだけあるわけですよ。でも他にもそのフェンダーも作ってるし、なんかこう、なんだっけ、ピービーじゃないか、ヤマハさんとかも作ってるし、まあね、いろんなメーカーがあるわけですよ。で、僕はとりあえずこのカナレを皆様にお勧めさせていただいています。なんでかっていうと、安くて耐久性がすごくいいんです。この中で言ったらカナレぶっちぎりで安いです。けど、すごい壊れない、断線しないし、なんかすごい安心して使えるというか。あと、まあ、女性の方、女の子とかは特にいいんじゃないのかと思うんですけれども、カナレのケーブルって結構色とりどりなんですよ。例えば、おう、失礼。僕はなんかこう分かりやすいようにこう色分けをしているケーブルがいくつかあるんですけれども、なんかこういう赤とか青とか、なんか黄色とか緑とかピンクとか、なんかそんな感じですごいカラフルなケーブルが多いんですよね。他のメーカーだとあまりこういうカラフルなケーブルなかったりとかするんですけれども、カナレの場合はなぜかこういうのがすごく豊富です。なので、色で選ぶというのも全然ありだと思います。で、まあ、プロビデンス、ジョージ・エルス、ベルデン、カミナリ、モンスターと、まあ、いろんなケーブルがある中で、じゃあ具体的に何が違うのよという話になってくると、意外とこれ結構違うんですよ。ケーブルで結構音変わるんです。僕のイメージをなんとなく喋らせていただきますと、カナレは結構フラットな感じがします。まあ、僕がいつもメインで使っているかもしれないですけども、聞き慣れているという意味で。カナレの場合はそんなにこの何かしらそのカットされたり、ブーストされたりとか、加工がされていない感じなんですけれども、その対極にいるのがモンスターですね。モンスターケーブルを使うと、すごい音が太くなるんですよ。これは本当にこの大げさではなく、その音に鈍感な僕でもわかるレベルで音が太くなります。なので、昔はそのモンスターのロックとか、そのモンスターケーブルのロックというその種類があるんですけれども、そのロックとか使ってたりとかしたんですが、いつしかそんなに太い音はいらないと思って、結局カナレに落ち着くという感じです。ほかにもプロビデンス、ジョージ・エース、ベルデン、カミナリ、この辺に関してもそれぞれ この音の特徴というのがあるんですけれども、それはまたさっきのピックと一緒で、結局は好みによってしまうことが多いので、やっぱりいろいろ使ってみることが大事だなという感じです。で、何度も言うようですけれども、僕が最初にお勧めさせていただきたいのは、まずカナレからスタートという感じですね。まず安いのが魅力的。普通に3メートル2000円とかで買えますからね。安いのがすごく魅力的な感じです。でも、ギター本体を買ったときにおまけでついてくるようなシールドはちょっとお勧めできかねる感じです。結構その、ね、芯線が細くて、そのノイズがすごい乗りやすいですし、断線もしやすいので、できればまずカナレくらいからスタートしていただけると嬉しいです。で、興味が出てきたら、ちょっとこう3000円とか4000円とか8000円とか、なんかいいケーブルをなんかこうチョイスして試してみたりとかしてみると面白いかなという感じでしょうか。まあ、楽器屋さんに行って、なんかちょっとこのケーブル試してみたいんですけどみたいな感じで言えば、試させてくれるところも結構ありますので、ちょっとそういうところでこう弾き比べってわけじゃないですか。音を聞き比べたりとかしてやってみると、またこのケーブルも面白いかなという感じですね。とりあえず自分は基本的にこのベルデンとカナレ、この2つをめっちゃ使っております。そんな感じです。モンスターは使わなくなってしまいました。うん、そんな感じでしょうか。なんとなく参考になりましたか。話をまとめますと、まずピックに迷ったら、普通のティアドロップかおにぎりの1ミリ
を試してみてほしいということです。で、シールドで迷ったら、とりあえずカナレを試してみてほしいということでございます。で、そこからまた好みがいろいろあるはずなので、いろいろ試して自分の好きなピック、自分の好きなシールドをチョイスしていただければという感じでしょうか。以上でございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。